原種隆は、戦国時代の武将。小弓、原氏当主。原種ふさの長男として生まれた。1471年9月9日、父が小弓で内人にすると、家徳を継ぎ、小弓上主となる。1501年から1504年までの3年間、小学坊は千葉万種の時に、か佐さ仕事して、か佐国府中に移っていた、木内おみ氏の残訴を受けて、 千葉高種大臣のため下宇佐国へ出陣したが、結局本意なく、古川に帰座するという事件が起こった。小弓城にいた原種隆氏はこの事件は、娘婿であった木内おみ種子の裏切りによるものとして1504年4月13日、数佐国府中に攻め寄せて種地を討ち取った。これによって、数佐国の木内おみ氏は五代で断絶するのである。その後、 小弓久保と小学坊の交争が始まると、種高氏は、伊や富源原氏や三上佐々木氏らと共に小学方につき、上ずマリアツ城のマリアツ武田の武器を、マリアツ武田の康らと所領をめぐって、交争を繰り返した。その後、三上佐々木氏は、マリアツ武田氏に寝返って、1516年8月23日には、井の花城を攻撃、多数の死者が出た。同年11月、 伊勢総武井の軍勢が数差に都会すると、三上佐々木氏は、原氏が他に寝返る。しかし1517年10月13日、三上佐々木氏の三上城が陥落。同月15日には、小弓、原氏の小弓城が落城したのである。その後院高氏は、相馬軍の深川に進出し、1536年に、その地で死去した。の源、下源氏、 高木氏の歴史、上、第一部原下竹島出版、手が沼ブックレット、2017年7月、初版、ありがとうございます。